皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、今年もあとね、残り1日で終わりとなりましたね。皆様年末年始の準備いかがですか？私の方はですね、はい、今日のね、朝2時ぐらいまでずっと事務作業してたんですけども、また朝早朝に起きまして、楽譜のコピーに走っておりました。昨日もね、あの合間にね、いくつかコピーしてきたんですけども、はい、あの年始からのね、楽譜のやり取りで、最近は電子データでね、やり取りすることも多いんですけども、やっぱりまだまだ紙でお送りする方も多いので、はい、ということで、先方からはね、いっぱい届いてるんですけど、私が送れてないのとかがあったので、追加で昨日も送ったんですけど、今日も送らせていただきました。コピーして製本して、はい、あのファイルにして、あの資料と一緒に、こうレターパックライトとかで送るんですけど、結構ね、重なってくると手間なんですよね。で、コピー機を結構独占してしまうので、なるべく早朝に、はい、早起きしていくという形になってます。小銭だいぶ持って行ってたんですけど、全然足りなくて、途中で結局ね、あのいつもセブンイレブンとかであのコピーすることが多いんですけど、セブンのコピー機早いから、で、カードでね、はい、やることが多いんですけども、カードの残高も足りなくなって、小銭も全部使っても足りなくなって、チャージしてまた使ってっていう感じで頑張ってきました。午前の間にね、またね、レッスンの方もさせていただいて、でお昼からちょっと本番1個こなしまして、で帰ってからはその、頼まれてた動画ですね。これがね、結構ね、ややこしくてですね、何度もトライを夏ぐらいからしてるんですけども、やっぱりいろんな媒体を抱き合わせて一つにするのが、多分今頑張ってるけど多分無理かなっていうところに行ってます。多分ね、拡張子が違うんですよね。で、それを揃える技術が私にないのか、iPad とビデオと DVD とをこういじっていくんですけど、新しいパソコンでできるかなと思ったら、ビデオの方のファイルが新しいパソコンではいじれなくて、旧パソコンを立ち上げないといけないんですけど、旧パソコンはあの前もお伝えしたように、クラッシュしたので、そもそもがまず立ち上がらないんですけど、 4,5 時間かけて立ち上げた後、その後何回か電源が落ちるのをなだめすかししながら、いくつかね、できるところまでやって、さっきとりあえずね、1点アップという形で、で、頑張って iPad の方にもデータ送ってみたんですけど、 iPad ではデータが拾けれなかったり、新しいパソコンの方では、メモリで読み取っても動かなかったりで、とりあえずね、手こずりました。 DVD のデータはね、だいぶ前にあの取り込んでいるので、もうこうなったら編集はその大事なところ、最後の3つですねに関してはちょっと分けて作って、とりあえず年内にね、あのきっとみんなあのどうなってるんだろうと思ってると思うので、あの、はい、できるとこまでやって、それをお送りして、でそれで年始に可能であれば、もうちょっと頑張ってみようかなと思います。だいぶ頑張ってんだけど、頑張って作ったんだけど結局アップできないとかね、そんなんで、理由がわからない。この辺はほんまに拡張子なんだと思う。変換がうまいことできればいいんでしょうけどね、よくわかんない。何が悪いのかわかんない。元ではかかるんだけど、飛ばしたらそっち側では再生されないとかなので、互換性がないのかな今時と思うんですけどね。なので、とりあえずいくつか考えてることがあるんですけど、それを、年始も試してみて、隙間時間に。で、ダメだったらもう諦めるしかないかなと思って、とりあえず皆さんが全てのデータを見れる状態にはしようと思っている次第です。なるべく年内にね。はい。で、そういえば、昨日やっと発表会の写真が無事、はい、届きました。こちらもね、ピアノの方もおっしゃってたんですけど、ちょっと諸事情で、はい、いろいろと、写真を撮ってくださった方の、パソコンのご都合だったりとか、いろんなことで遅くなりまして、はい、結局、年内のね、レッスン中にお渡しができなかった方、たくさんいらっしゃるので、はい、年始にお渡しさせていただこうと思います。首を長くして待っておられる皆様、お待たせしております。お渡ししますので、また年始のレッスンで、はい、お声掛けさせていただきます。
っていう感じでですね、結局30日になっても普通に働いてはいるので、で31も普通に仕事ですので、私の中であんまり年末年始っていうのは例年のごとくあんまりないんですけど、その調子で連絡を取っちゃうと相手の方はきっとびっくりするだろうなと思うので、いろんなことを自粛しなきゃなと思いながら、いくつか確認しなきゃいけない事項があったので、今日私何人かの音楽家仲間にこうね連絡は取ってたんですけど、音楽の仲間は大体ね、みんな年末年始ね会ってないようなことが多かったりするので、大体分かってくださる方が多いかなと思うんですけどね、一般の方にも私まだ連絡できてない方がたくさんいるので、これ順番にやっていかなきゃいけないなと思っています。以前動画ではお伝えさせていただいたし、いくつかね、はい、お会いした方にお伝えしてるんですけども、来年、はい、年始ですね、はい、ご挨拶ができない予定でいてます。はい、一応喪中でございましてですね、はい、いわゆる定例文が言えない形になります。ね、はい、今回は本当に近しい方が亡くなってしまったので、残念ではありますが、いくつかね本当に思うことはたくさんたくさんあるんですけども、それは、起きてしまったことに関してはもうしょうがないかなと思っています。またいろんなことをね今年はね、考えさせられる年だったので、第二の母のことについてもねちょっとね気になっていることがありましてですね、やっぱりこう5年齢重ねられてきたからっていうこともあって心配なとことか、おばにちゃんと連絡いろいろできてないなっていうのもどこかでちゃんとしなきゃなとか、はい、その他、はい、親族にご連絡しなきゃいけないこととかもあるのになと思いながら、結局日々忙しいって言ってね、みんな忙しいのにね、はい、かまかけて、はい、それを言い訳にずるずると今年は起きてしまいました。もうね明日で終わってしまうので、気持ち切り替えてまた2024年はもう少しねフットワーク軽く細かく動けるようにしていこうかなと思っています。公約通り今のところお餅は買っていません。で昨日辰宮でたまたまね並ばずにね買えたよっていう話してましたけど、今日の朝コピーに行って、レターパック出しに郵便局行ったら、ちょうど郵便局の前がね辰宮さんの列なんですけど、ものすごい行列でした。もう朝早くから皆さん並ばれてましたね。ザ年末って感じです。やっぱり辰宮さんのねおうどんをねみんなね恋しいと思ってるんですよね。私やっぱりコロナ禍の時に何回かね年末ね結局外しちゃってるんですよね。食べれなかったり並べなかったり、買えなかったりで、多分私の記憶ではいつだろう、とりあえずお店で食べたのは1回あったと思うんですけど、去年は多分買えてないはずなんですよ。もう記憶が怪しいんですけど、去年一昨年買えてないんじゃないかな。とりあえず個包装になってからは知らないので、コロナ前かもしれないですね。お持ち帰りを買ったのが。で、今日作ってみたんですけど、なんか麺の味が変わったような気がするので、変わってないはずなので一遍またねお店でね食べておかなきゃいけないなと思ったりなんかしてます。どっかで隙間時間があればと思ってるんですけど、明日もね仕事があるので、はい、もうちょっとしっかりと頑張ってから、終わってから時間があって空いていたらちょっと寄ろうかななんて思ったりしています。本当にねあっという間でしたね今年もね。今年明けた時にね、そう言ってる間にすぐにまた良いお年をって言って、言うと時期がね、来ちゃうんだよっていう話をしてましたけど、本当にその通りでね、そんな時期がまた来ちゃいました。で、また来年のね、2024年の新たなスタートがあると同時に、2024年の演奏会、そして2025年の演奏会、2026年の演奏会を今、順番に動かしているので、そろそろね ちゃんといろいろとまとめて整理していかないと、秘書が欲しいと思うわけでございます。秘書をね雇うことはね金銭的に難しいかなと思いますので、自分がしっかりしなきゃいけないのと、これはボケ防止だなと思って、はい、手帳に細かく書き留めていくようにしてるんですけど、やっぱり年始結構忙しいですね。
1週目ねレッスンがほとんどないので、レッスンがない間にちょっと1週目と2週目の本番の練習をしっかりとしておかないと、それと合わせですね、1週目から2週目にかけて合わせが入ってるんですけど、新曲というか、はい、アレンジしなきゃいけないやつとかが入ってるので、とりあえずそれの楽譜とかもね、今日ねコピーしてきたので、ある程度製本してアレンジの案を考えておいて、実際に合わせて調整していくって感じになるんですけど、年始からサボれないのはいいことかなと思っています。はい、年始は2日から仕事です。まあ2日の仕事は多分ほぼ大丈夫だと思うんですけど、3日からはがっつり、レッスンはないけど、まあ通常通りっていう形にはなるかなと思います。うん、ありがたいですね、1週目から本番があるということは本当に。で、今のところ体重も頑張ってキープしておりますが、年末年始で太らないように頑張っていこうと思います。そんなわけで、はい、30日ももう過ぎていきます。大掃除もあんまりできないままでしたが、はい、少しでもこれね、動画上げてる間にちょっとずつできるところやっていこうかなと思います。まあ、とりあえずね、今年の宿題を来年に残すのが嫌なので、はい、頑張って頼まれてたことを順番に今片付けたりとかしているところです。ということでね、はい、31日、あと1日、はい、皆様頑張って2023年乗り切りましょうね。それでは皆様、またね。